その曲はそのいわゆる本当に一般の方々のふとした発想をもとに、変な話、僕たち、まあ、音楽家では発想できないような突拍子もない発想のあれとこれがなんか同時に思いつかないものをワークショップの方々がふと思いついたのを、その野村誠っていう人が一つにまとめ上げた融合ですかね。ミヤモキホアプコグンカマネっていう意味不明な言葉を作ったんですね。で、ミヤモキホってなんだろう、アプコってなんだろう、グンってなんだろう、カマネってなんだろうみたいなことを音楽創作をしながら考えていくワークショップっていうのをやったわけです。ミヤモキホっていうのは、ね、悩んでも眠れない夜に自分を落ち着かせるある種睡眠薬というか癒しの薬であるとか、グンってのはぐんぐん成長するとか、アプポっていうのはアップテンポで自分を高揚させる、アップさせるものであるとか、カマネっていうのは細かいことをカマネカマネ気にしないっていう、そういうなんか言葉なんだみたいな感じで、まあ、そういう意味を作っていったんですね。この曲を作ってすごい思ったのは、働き方について考えようって言ってそういう話し合いしたんじゃなくて、そういう中から意味不明の言葉を作って、それで音楽してみて、この音楽ってどんなことなんだろうみたいな話をしている中から、逆に言うとこう現代の社会の中で言葉になかなか自分で言葉に出して言えないけども、こういうことが苦しさになってたり生きづらさになってたりするってことが、まあ、最終的にミヤモキホとアプとグンとカマネという4つの言葉に集約されて、あ、このための音楽を作るっていうのは現代の生きづらさとかを応援する、まあ、そういう4つのコンセプトになるんだなと思って、まあ、作曲した。本当にただの造語なんですけど、その造語から何をイメージできるかっていうの、答えなんかないんで、ただ思いつくことを言っていって、それあるんやったらこれもあるよなとか、そういうつなぎ方とかいろいろ考えて、自分たちでやっぱり自分たちが作ったその言葉から曲になったっていうのが完成したっていう喜びはありましたね。この企画に参加するまで自分に正直こんなことができるっていうのも思ってなかったし、参加してから自分に対して、いや俺こういうことできるやんってやってから分かったりもするんで、新しい自分って言ったら言い過ぎかもしれないですけど、自分が気づいてなかったところも開花していったり、いい意味で しましたね。それぞれにその思いがありますから、その一つ一つの気持ちを強く出して演奏したいと思うので、そこを感じてもらえたらと思います。